タイムストープの KYC クラウドの動画がアップされました。はい、こんにちは、ハチノです。今回はタイムストープの KYC についての動画になります。まずですね、こちらタイムストープのテレグラムに投稿してあったものなんですけれども、 KYC の最低出席スコア、ね、いくつですかという質問をしたところ、このねタイムストープのマーク、まあ、運営側ですね、運営側が回答しました。出席スコアが220以上の場合、ホーム画面に KYC マークが表示されますと、はい、いうことで、ね、ホーム画面こちらですね、こちらのホーム画面に、出席スコアが220を超えると、まあ、こんな感じでね、KYC のマークが出てくるそうです。はい、なのでまずね、条件として出席スコアが220にならないといけないと。220っていうと、タイムストップ始めた時は100から始まりますので、プラス120ね、毎日、出席ボタンを押すことで2ずつ増えるので、120増やさなきゃいけないということは、まあ、60日ですね、2ヶ月は、タップし続けて、2ヶ月後にやっとね、220を超えるということなので、実は私もまだね2ヶ月超えてなくてですね、 KYC 行ってないんですけれども、はい、なのでまずね、条件としてはもう出席スコアを220にする必要があるというところがね、最初の条件になります。はい、そしてですね、3月に実はですね、 KYC クラウドということで、クラウド上でね KYC をやるやり方が公開されてますので、こちらの情報をね今日はお伝えしていきたいと思います。はい、まずねこちらタイムストップのウェブサイトになりますけれども、こちら下の方にねこうニュースが出ているんですけども、ここですね、Notice of KYC Cloud ということで、こちらは2021年の2月19ということでね、結構前に出ていた情報になります。でこれね、英語のままだとわからないので、はい、日本語にね翻訳します。はい、で250カ国の KYC 検証システムを完璧に処理する KYC クラウドをオープンします。タイムストープ KYC クラウドは2021年3月11日にオープンしますということなんでね、この動画をもうね見ている皆さんはこの日付を過ぎているはずなので、はい、もうね KYC クラウドオープンしていますということです。タイムの価値はより多くの人々が参加して配布するにつれて、より価値のあるものになります。KYC が重要になるのは、一人の時間に焦点を当てているからです。すべての人に平等な機会を与えるために、技術的な限界を克服する方法として、KYC クラウドは2021年3月18日に適用されます。現在、一部の国では KYC 検証がブロックされています。KYC は、出席スコアが110のユーザーが利用できますと、ね、ちょっとね先ほどのあのテレグラムの回答とは違ってるんですけれども、多分テレグラムの方が最近のね、やり取りなので、この時はね110で良かったんですね。はい、最近は今220と、はい、いうことになっています。はい、で KYC クラウドとは何ですかということなんですけれども、国ごとに識別の形式が異なるために、KYC AI が処理できない場合、同じ国籍の検証者のみがこれを処理します。KYC 検証が3回以上失敗した場合、ID ドキュメントが KYC クラウドにアップロードされます。次にあなたと同じ国の10人の検証者があなたの情報を入手します。したがって ID 文章を提出するときは、ID 番号をテープを使用してカバーすることを忘れないでください。これは ID、顔、生年月日が一致する場合にのみ可能です。10分の7ですね。10分の7、検証者から合意された評価を受け取った場合、KYC 検証に合格していますと。はい、で検証者の資格ということで、ね、これは何かっていうと、まあ、KYC クラウドってどんなことをやるかっていうと、まあ、クラウド上に、ね、あなたの例えば免許証とかパスポートになるんですかね、それをアップロードして、それとあとあなたの写真とかですね、それを、一般のユーザーですね、タイムス
トープの、まあ、一応認められたユーザーですね、認められたユーザー10人が検証して、そのうちの7人が、あ、これは本人だねっていうね、あの OK のボタンを押すと、要は10分の7の合意が取れれば、KYC が通るということになります。でその時に、ね、皆さんのパスポートとか運転免許証とかを他人が見るということになるので、まあ、そういう意味でね、この、あの不要な、ね、KYC 以外の不要な情報はテープをして隠してくださいと、はい、いうことを言っています、ね。で、その検証する人もね、やっぱりちゃんとした人にね、誰でも彼でも、やっぱりある程度の個人情報をね、開示するわけなので、少なくとも名前と顔と生年月日は開示されるので、ね、まあ、そういう検証をする人には、ちゃんとね、資格を取ってもらいますと。で、その条件が、ユーザーは300以上の出席ポイントを持っていますと、はい、いうことなので、もうね、300以上っていうと、半年以上はね、タイムストープをやっている方ということですね。ユーザーはすでに KYC 検証を完了し、KYC 再チェックに合格しましたと。ユーザーはベリファイヤーを申請し、ベリファイヤーの利用規約に同意しますと。ユーザーはすでに電話番号とメールアドレスを確認していますと。はい、なので、このね、10分の7、10人の検証者っていうのは、ある程度タイムストープ側でこう認められた人になりますと、はい、いうことですね。で、ベリファイヤーの利点ということで、もしね、ベリファイヤーになりたいっていう人はね、この辺をチェックしてください。あなたが1人を検査するたびに、あなたには24回を取得します。これ24タイムっていうことですね。検査対象のユーザー数に応じて、将来的に追加の特典が付与される可能性があります。はい、なので、ベリファイヤー、検証者ってことですかね。ベリファイヤーになると、まあね、誰かの KYC の認証をやるたびに24タイム、タウですかね、をもらうことができると。で、さらにそれ以外にもなんかお得な特典を考えているということですかね。はい、一方でこの失格というのもあるんですね。はい、ベリファイヤーの失格、結果が他の検証者と統計的に異なる場合、または正規分布から外れた結果を生成する場合、まあそうですね、あまりにもなんかこう NG ばっかり出しているね、他の人は OK 出しているのに、あなただけが NG を出しているような人は弾かれますよと、失格されますよと、誤った KYC 検査またはベリファイヤーの利用規約への違反、以前に取得した KYC クラウドの特典はすべて停止プロセス中に回収され、付与された特典は剥奪され、将来のベリファイヤーアプリケーションは許可されませんとね。一度あのベリファイヤーとして失格すると、その後の、再登録とかでも影響がするというような感じですかね。はい、なのでまあね、よっぽど変なことしない限りは、ね、資格を剥奪されることはないんですけど、あまりにもひどいとね、そういうペナルティもありますよということですね。はい、KYC リチェッカー、すべてのユーザーが KYC 再チェックを実行します。 KYC リチェッカーはタイムストープのスタッフであるか、タイムストープとすでに個人情報保護契約を結んでいるベリファイヤーである可能性があり、ベリファイヤーは明確な ID を持っている必要があります。 C、 KYC 検証情報は5人のリチェッカーに送信され、5人のリチェッカーのうち3人が承認すると再チェックが完了します。1人を検査するためにリチェッカーは24タウですかね、を取得しますと。はい、で、費用ですね。こちらが KYC クラウドをやった時の費用ですね。KYC クラウドに申し込んだユーザーは初めて300タイムを返すことで300タイムを支払うことになります。10人の検証者には240タイム、まあ1人24タイムってことですね、が支払われて、残りの60タイムは KYC 検証に失敗した人に支払われます。すべてのユーザー、KYC クラウド、ベリファイヤー、タイムストープチームに合格したユーザーを除くは KYC 再チェックの対象となり、ユーザーは検査料金として150タイムを支払うことになりますと。はい、で、KYC リチェッカー、KYC リチェッカーは KYC 検証に合格したすべてのユーザーに適用されます。KYC リチェッカーはタイムストープの内部チームのメンバーであるか、タイムストープコーポレーションと個人情報保護契約をすでに締結している検証者である可能性があります。
KYC 検証情報は5人のリチェッカーに送信され、5人のリチェッカーのうち3人が承認すると再チェックが完了します。あなたが1人を再チェックするために、あなたは24タイムを取得しますと。はい。で、注意事項ですね。ユーザーはパスポートのシリアル番号、国民の ID カード及び運転免許証を非表示にする必要があります。シリアル番号を電子フォームでカバーしないでください。KYC クラウドに使用する写真はドキュメント全体と外側の背景をはっきりと示している必要があります。ID ドキュメントのすべてのコンテンツが表示されない限り、プロセスは失敗します。KYC クラウドを申請するユーザーは確認料として300タイムを支払うことになります。10個の検証者に対して240タイムが支払われ、KYC 検証に失敗したユーザーは検証者に対して支払うことができないため、検証料金として60タイムが保持されます。KYC クラウドの情報は同じ国籍の検証者によって検証されます。KYC リチェックの場合、タイムストープはタイムストープの責任の下で個人情報を保護し、厳守します。また、KYC リチェッカーの場合は、法定契約手続きが行われ、リチェッカーマークが表示されます。KYC クラウドが完了すると、KYC 完了のマークが付けられ、再チェックを申請する必要はありませんと。はい、いうことで、KYC クラウドに関しての、ルールみたいなところがね、ここに書いてありました。じゃあですね、実際に KYC クラウドどうやってやるのということなんですけれども、はい、それがこちらの、ブラッドというね、タイムストープを提供している会社のウェブサイトに KYC クラウドの動画が載っています。はい。で、こちらからね、見てくださいというのもね、めんどくさいので、この後、このね、動画流しますので、はい、見てみてください。はい、ということでね、動画で KYC クラウドのやり方を見ていただきましたけれども、この動画の下にですね、英語でちょっとね、注意事項が書いてありましたので、こちらをね、日本語訳を表示しながら、はい、確認していきたいと思います。はい。KYC クラウドで KYC 検証をリクエストする場合は、ID、パスポート、運転免許証の重要な情報をカバーする必要があります。ID 番号、パスポート番号、運転免許証番号を記載する必要があります。タイムストップチームは情報開示について責任を負いません。対象となる重要な情報は ID 番号、ID 番号、社会保障番号、国民認証番号、パスポート番号などと住所、名前、性別、生年月日です。それはカバーされるべきではありませんとね、これは隠さないでくださいということですね。はい、なのでちょっとね、判断が難しいですけれどもね、再認証の時は多分運営系タイムストープの運営の人しか見ないので、まあ、こういった情報ね、個人情報をしっかり取り扱ってくれるとは思うんですけれども、 KYC クラウドの最初のね KYC の時は、まあ、
ある意味一般ユーザーがね、10人の一般ユーザーに、まあ、こういった番号とかね、開示見られちゃうということなので、この辺どうやってね、処理するかっていうのが悩ましいところですね。なので、やっぱりそうですね、KYC、最初の KYC は、KYC クラウドではなくてね、セルフ KYC って言えばいいんですかね、自分自身でやる KYC をやっていただいて、再チェックの時に KYC クラウドを使うっていうのが、一番情報リスクは少ないのかなと思います。ちょっとね、この辺の手続きについてはまだね、私も検証できてないので、はい、検証できたらね、もう一回整理したいと思いますけれども、今ある情報としては、はい、こういった情報になりますので、はいね、私より先に KYC をやろうとしている方は、ね、それなりにちゃんと調べて、リスクを把握した上でやっていただけたらと思います。時は金なり。時間を暗号通貨に変えるアプリ、タイムストープです。1日1回出席確認のワンタップでタウという暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この動画をスクリーンショットを撮っていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載してますので、合わせて参照してみてください。